皆さんこんにちは。アメリカから戻って体重が過去最高を更新中、土パフォーマンスです。今回はモンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの井村店長です。よろしくお願いしま す。今回紹介する車がこちら、はい、F8、はい、やってまいりました。スパイダーです。で今回はそのカスタマイズのところもそうなんですけど、はい、車がめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。これやばいっすね、はい。で今回外装に関してはほぼ触ってないんですよね。触ってないです。触ってないです。ただ車が非常にベースがかっこいいんで、はい、そのところも含めてご紹介させていただきたいと思います。はい、でもうカーボンパーツ盛りだくさん。盛りだくさん。もうなんかもうつけるとこないぐらい、もう全部ついてます。はい、先ほどあのオプションのプレート見せてもらったけど、はい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 、満タン。はい、満タンです。というわけで、はい、全部この辺も、はい、この辺も。はい、この辺も、はい、この辺も、この辺も、はい、こんなについてるのを初めて見たかもしれないです。なかなかないよね。はい、うん、さすがに全部前回りも、そしてもうこれだけなんかオプションつけて頼まれてるってことは、うん、もうオーナー様ただものじゃないんだろうな。ただものではないです。想像をしてたら、はい、やっぱりただものではない、はい、先ほどいらっしゃいましたけど、はいはい、あの以前ご紹介させていただいた、はい、セッタンタ、はい、と同じオーナー様、内装をまるっと張り替えた、はい、もうだからあの車も買い慣れてますし、うん、カスタマイズも非常にもう慣れてるお客様ということ で、はい、他にもいろいろ車をお持ちで、はい、さっきちょっと話を聞いたらフェラーリの某スペシャルモデルもお持ちということで、はい、お持ちです。もうカスタマイズも新車オーナーも超上級車。そうですね。だからあえてそのロストコルサ、うん、割とこう定番の色ですけど、うん、はい、こうなんか奇抜な色とか、 なんか特殊な色にするんじゃなくって、うん、もう本当に素のかっこよさ追求されてますよね、うん、そうですね。なかなかね、だから割とよくあるじゃないですか、うん、ロストコルサのよくあるっちゃあるよね。まあ、フェラーリめちゃくちゃかっこいい、うん、そう、全然雰囲気が違うっていうかね。そして外装に関してはノーマルなんですけど、このボディを守るためにプロテクションは全部セットですよね。はい、全身全身貼ってあります。あの一緒に引き取りに行かせていただきました。というわけで全部これカーボンパーツとかもですよね。貼ってあります、はい、これヘッドライトって貼ってあるんでしたっけ。貼ってあります。あ、ヘッドライトも貼ってあるんですか。はい、この辺も最近の車両高額ですから貼っといていただくと、はい、で透明度も高いから貼ってるか貼ってないか分かんないよね。特に全身貼っちゃうとよっぽど分かんない。確かに、うん、なんでこの辺も全部前回りもで非常に綺麗に施工されてるんで、はい、よく端とか分かっちゃうじゃないですか。はい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 、はい、今回かなり綺麗に張り込まれてるんで本当に分かんないぐらい、本当に分からないですされてる。はい、そして早速行きますか。いいですか。最近早くないですか行くの。そうですか。じゃあもうちょっと行きますか。いやいや、いいです。今回履いたホイールがこちらです。はい、これもうびっくりしました。あのアメリカのショップかと思った。アメリカのショップです。はい、はい、本当ですか。はい、あの名古屋州です。名古屋州です。はい、アメリカ合衆国名古屋州。名古屋州です。はい、ホイールこちら HRE の、はい、305、305、はい、これ、6月かな、うん、HRE のオープンハウス行かせていただいて、うん、はい、まあ、それの少し前ぐらいからこのシンプルなクラシックのデザインってすっごい増えてましたね、うんうん、そうで、やっぱりこう5本スポークがなんか好きよ、はい、好きよ好きよ王道ですよね。王道です。結構なんかでもその前ってやっぱりこう、うん、トゲトゲしてるの流行ったりとか、うん、まあ、メッシュだったりだとか、うん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 、っていうのから5本スポークってなかなかこう踏み込めないところだったじゃないですか。そう、5本スポークってすっごい難しいんだよね。かっこいい5本スポークもあればっていうのもあるし、すごく難しい。そのシンプルがゆえに奥が深いというか、もう言ったらスポーツカーの究極のもう定番ホイールじゃないですか、はい、5本スポーク、はい、でただの5本スポークじゃないんですよね。そうなんですよ、ただのではない。はい、でもこれ斜め横とかから見てもらうと分かるんですけど、うん、ディスクがまあ出てるということで、そう張り出してるね、うん、だから本当に5本スポークって言ったらすごくクラシックな、はい、昔からあるデザインじゃないですか、うん、それを現代版にこうリバイバルされてるというか、うんうん、っていう感じですよね。そう、その真横から見るともうド定番の5本スポークなんですけど、うんうん、斜めから見るとすごい新しい感じが、うんうん、そう、だからそこがすごく立体的に見える。どうしてもその5本スポークってフラットだとのぺーっとしちゃう感じが、はい、立体感なくなっちゃった、ね、そうあるんだけど、このホイールに関してはもうディスクがボーンって飛び出る、立ち上がることですごくこう立体的に見える形になってます。もう感覚的に言ったらディスクが全部出ちゃってるぐらい、出ちゃってるぐらい、そうそうそうそのぐらい出てる。そうそうそう、そして今回はこのリップ、
はい、このぐらいのリップですけど、はい、それと同じぐらいちょっと引っ込んでるぐらいですか、ね、ちょっと引っ込んでるぐらいだね。だから非常にこう立体感があるという。これだからまた引っ込めちゃうとまた表情違うし、そう、真っ平らにしちゃうとまた全然そうなの。だからそのどうしてもなんかやっぱりフェラーリのサイズでフロント21インチ、リア22インチで3ピースで作るとなんかフロントちっちゃくないみたいな雰囲気、はい、どうしてもそのステップリップだから1インチセンターが小さくなっちゃうから、はい、まあ、21インチでも20インチのセンターディスクで、これももちろん同じ、ただディスクがドーンって出てることでその小ささがこう軽減されるというかね。あ、確かに目の錯覚なんだけど思いっきり、はい、ただ、まあ、全然小さく見えない。よっぽどなんかスポークがデザインでこう 最近のというかよく主流のクラシックじゃないようなホイールの方が小さく見えるかな。あ、なるほど、うん、ステップだとこの段がついた内側にこのディスクが止まるというか、そう、ギアスボルトが1段下がってセンターディスクが止まる。普通だったらもっとちょっとちっちゃく見えるんですよ、うん、で大きく見せるのにこうみんなここまでスポーク伸ばしてるデザインがあったりとかしましたけど、今回はこのディスクを張り出させることによって非常に立体感が、そうです。だからこれ新しいのか古いのかちょっとわからない、うん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 、なんか不思議な感覚。そうね、そうね、めちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。だそこをみんなこう気づき始めたというか、まあ、うん、新しいねってなってるのかわからないですけど、うん、オープンハウスも結構この手の履き心地5本スポーク結構多かったかもね。あの RS6 とか、うん、あの辺でも履いてる車もいましたし、うんうん、他にもスーパーカー界隈で、うん、最近こう徐々に増殖してきてる、そうですね、デザインということで、はい、でフィニッシュは今回めちゃめちゃシンプル、シンプルに、まあ、ボディカラーをもう赤です、まあ、ロストコルサですっていう風なことをオーナーさんから聞いてたんで、もう一択かなと、うん、あんま、まあ、ポリッシュだとねこうちょっとギラギラしすぎちゃうし、はい、黒いホイール持ってくると重たくなっちゃうし、確かに、なんで、まあ、今回は そういう部分でクラシック系のホイールも履くっていう部分もあって、センターディスクはブラッシュドクリア、はいはい、アウターリムはポリッシュクリアという形ですごくシンプルなフィニッシュになってます。これインナーのリムも、インナーリムもポリッシュです、ポリッシュ、はい、だここがすごく中が反射して、うん、はい、キャリパーとか明るく見えて、そう、はい、その辺もかなりこうクラシックな感じもありつつ、うん、足元豪華な感じが、うん、はい、でフロントも意外と、まあ、若干コンケーブしてるしね。あ、うん、なるほど。そうだからこのセンターディスクが立ち上がることによって少しこうコンケーブできてる、うっすらすけどこうコンケーブしてるって、うん、その辺でも立体感が、うん、だこのすっごいシンプルなんですよ。だからボディカラーも言ったらもう定番のロストコルサだって、そう、ホイールももう言ったら定番のゴホンスポークなのに、そう、めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいい、こう本当にステッカー貼ってあったらアメリカのショップのなんかインスタでもそのまま出てきそうな、そのぐらいのなんかまとまりの良さね。そうなんです。だこれを単純にじゃあフェラーリのロストでゴホンスポークでっていうオーダーだけだったら、うん、多分ここまでならないと。そうなんです。何を使ってどう組んでいくかっていうところがね非常に重要な要素かな。これやばいですね。これはかっこいいよね、はい、そしてタイヤはミシュランのトヨタスポーツ 4S ということで、はいはい、これ最近あのみんなこのチェッカーフラッグのデザイン、そうなんですよね、うん、メイドインヨーロッパ、はい、フランスか、フランスに関しても同じ柄に、あれはもう飯村さん寄せてきたんですかね。じゃあ寄せられちゃったのよ。これがこれがいい、これがいい、叩かれますよ。結構あの製造国でなんかこのサイドウォールのデザインが違った時期がありましたけど、今これで統一されたということで、ミシュラン入ってるのもなんかアメリカっぽいなと思ったんですよね。ビリニじゃなくて、うん、そう、それはやっぱりその HRE のパートナーがミシュラン USA なんで。あ、そうなんですか。そうなんです。そうだから HRE のパートナーがミシュラン USA なんで、この前 その、オープンハウスにもミシュランの、はい、ブースみたいなのがあったりとか、はいはい、そういう HRE プラスミシュランっていう組み合わせが非常に多い、うん、増えたっすよね。だから増えためちゃめちゃ増えましたよね、うん、まあ、タイヤサイズのラインナップもミシュランが増えてるっていうのもあると思うんですけど。あ、なるほどなるほど、うん、なるほど。確かにこの辺のサイズになってくるとこう選択肢が少なくなっちゃう。そうね、もう2択3択ぐらいになっちゃうんで、まあ、この辺もしっかり網羅しているということで、はい、であとは今回車高がいい感じですね、はい、いい感じです、はい、これ何でドーダウンしてるの。これは、前後ロベルタリフティングプラスロベルタダウンサスです。あ、なるほど、はい、じゃあ両方ロベルタの組み合わせということで。そうです、そうです。さすがにここまで低いとフロントリップもそうですし、うん、この後見てもらいますけど、リアが結構 FA ときついから、ね、うん、リアがきつい、リアディフューザーきついね。もともと純正車高でもリアが低すぎちゃってこう、はい、
下げられないというか、はい、当たっちゃうことも多いぐらいなんで、はい、なかなかローダウンこう躊躇するケースもあるみたいなんですけど、まあ、今回ロベルトと組み合わせてるということで、うん、これよりググッと上げられるんですよね。上げられます、はいはい、これ後で動き見るんですけど、はい、で調整これ前回まで下げてある感じではないですよね。フロント、いやまだもうちょっと下がるかな。で上げるのももちろんできるということで、はい、もちろん、はい、この辺微調整もしご希望がありましたら、はいはい、同じ F8 できると思いますので。そしてあとはもうカーボンバーズサイドもそうだし、はい、ここもそうだし、はい、この辺もそうだし、はい、屋根も黒く、あ、はい、なるほど、純正で、はいはい、これもオプションで黒くなってます。これちょっと反則じゃないですか。めちゃくちゃかっこいいよ、ね、めちゃくちゃかっこいいですよ。でさっき話出てきましたけど、うん、そのミラーとかドアノブとかって今オプションないんですね。そう、もう生産終了にフェラーリの方がなっちゃって、なるほど、まあもう買えない状況です。ただじゃあもう ほぼほぼこれで外装全部カーボンっていう感じ。そうそう、もうつけるとこないですよ。あのなくても僕全然いいと思うんですよ。フェラーリって元がかっこいいじゃないですか。あればなおいいですけど、うん、もうなおいいのが全部ついてるんでもうパーフェクトだなっていう。そうもちろんアフターマーケット の, そのエアロのかっこよさとかもありますけど、うん、これ純正やっぱり間違いない。そうだから結局こっからじゃあエアロつけましょうって、はい、もちろんできないことはないけど、まあこのスタイルはこのスタイルがいいんじゃないかなっていう。もうどこに持ってっても通用するなっていう。そうどこの世界でも、うんはいうん、どのイベントでも、うん、そして後ろも、はい、同じく1インチアップですね。はい、22インチですね、はい、リアは大きいのが入ってると、はい、でリアがまたフロントと全然表情違う。全然違うね。毎回フェラーリとかこう前後違いの履くやつは、うん、もうリアが結構コンケーブしてなんていうのありますけど、うん、なんすかこれは。ディスク出てる以上にまた引っ込んでる。そうなの。くっくっ出たり入ったりしてる出したいのか出したくないのかこれだからやっぱりすごいなと思うんですよね。アメタンのこのデザイン性の高さ、この作りがかっこいいよね。あのアメリカ以外ないじゃないですか。ない、こういうの作ってない。まあ、昔それこそ国産ホイールでなんかすっごいこうリモを深く取るためにここグッて入れてるホイールありましたけど、それこそ20年前グローンメッキのホイールとか流行った時にあったじゃないですか。それとまた違うんですけど、なんかそれぐらいこう独創性のあるデザイン。だからコンケーブが結構きつくついてる。きつくついてる。でなおかつこうハブのところへこんでるじゃないですか。へこんでる。だからフロントより立体感がそうあるという。そうだから本当のもうこの5本スポークでこんだけかっこよくできるっていうのはすごい。どっちかというと本当最初に話戻るんですけど、5本スポークって少しちょいダサじゃないけどわかります決してこう、まあ、トレンドの最先端をいくホイールじゃなかったから。そうだから結局個性を出せないですよね。5本スポークってすごく難しい個性を出す。だからなんか応力的にはなんかもう一番バランス取れてるんですよね、うん、スポークって、うんうんうんはい。それをここまでデザインし直すって、うん、やっぱりアメリカ人天才だなって。すごいよね。なんか思います。すごいと思う。そしてリアは335、はい、335です。22ということで、はい、リアもうベタベタっすね、はい、だって指横から入んないですよ。これ入んないっす、はい、こんな感じの車庫になってて、はい、そして、はい、このトランクだったりも、うん、これも僕初めて見たことです。純正オプションのカーボンパーツが、はい、ここもしっかり入ってる、はい、これ入れるとだいぶ違いますね。だいぶ違うよね、はい、あれでもそれ入れないとどうなんだろう。ただのんボディカラーなの。ボディカラーじゃないですか。分からないです。覚えがないですもん。どっちかな。だいたい F8 スパイダーズはそんなに確かにめちゃめちゃそんなにたくさんいないね、うん、はい、ということでこの辺が。さあそしてリアに回ってきまして、はい、リアに関してはもうもちろんこの辺も純正の全部フルフルで、はい、カーボンリアディフューザーがついてます。でここが問題なんですよね。そこのフィンですよね、はい、ここがもうそこがやばい。もう車止めなんか確実に合う。確実に合うと。だからもうスロープのところもバックで行ったら刺さっちゃう、うん、アウト。だこの辺はやっぱりロベルタ必須になってくる。そうね。だから結局そのリアディフューザーがカーボンじゃないお客様に関しては修正ができるじゃん、はい、でもカーボンになっちゃうともう修正ができない。そうなんですね。割れちゃうとこの目が直せないですから、ね、そう、はい、でいてフロントリフターがまあオプションで付けられたりするけど、まあ、純正かなスパイダーは、はい、でフロント上げちゃうと余計リアが下がっちゃう、はい、から余計リアやっつけちゃうよね。というわけでこの辺が今回のロベルタで、はいはい、回避できる。もう車高下げる人は必須です。そうです、ね、はい。そして今回ここも全部フルラップということで、はい、プロテクションを貼ってあります、まあ、この辺風も通るしこういうのも縮まってありますから、うんはい、事前に守っていただいた方がいいんじゃないかなと思います、うん、
続いて内装、はいはい、もう毎回内装なんかカスタムしてないのにやっぱりこう車とトータルコーディネートなんて見たくなっちゃう、ね、見たくなっちゃう、はい、紹介したくなっちゃう、はい、やっぱりこうバランス重要じゃないですか、はい、というわけで今回もズズシーツやお腹見ちゃいます、はい、これめっちゃおしゃれじゃないですか、 なんかこれね、これあのパッと見全部赤じゃないですか、はい、けど、はい、割と多い仕様の全部レザーの赤じゃないんですよ、うん、そうそうそう、このスウェード調アルカンタラか分かんないですけど、うんうん、これでだいぶ違いません？だいぶ違うよね。だからこんだけその素材によっての色味って違うんだなと思うし、なんか落ち着く感じがする、うんうん、やっぱりこうインパクトだったりとかっていうのは全部フルレザーがやっぱり圧倒的にあると思うんですよ、うんうん、ただこのちょっとこのシート表皮の素材感が違うだけで、うん、なんかこんなにもこうおしゃれな感じ、そうね、そうね、はい、すごく違うよね。でこう乗りやすくもなってんだろうなっていうのちょっと思ってます、うんうん、はい、そしてこれがダッシュの下とかもですよね。そうそう、でこの通常になってるのがセンターのコンソールとシートとあとドアのこの真ん中ですか。そう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 、すごい。そして内装もカーボンパーツ盛りだくさん。はい、盛りだくさんです。これほぼ全部ついてる感じですか。全部ついてます。はあ、はい、でこれ赤だけだとこう単調になりがちですけど、うんうんうん、そこにちゃんとこの白のステッチが入って、ね、はい、シート脇のこのレザーも入って、はい、でなおかつハンドルのセンターもそうです、もうトリコロールみたいになってると。だからボタンも揃えたってめっちゃお茶目だなと思って、なんか、はい、かわいいですよね、はい、だこれもだからなかなか頼めないと思うんですよ、はい、もうちょっと上級者感を感じてしまいました。さあそして、はい、いつもはこうボンネット開けたりとかってあんましないんですけど、はい、トランクスのフロントのご覧ください、こちらここのオプションあるんですよね知らなかったっす、初めて見たっすよこれだってさっきここもカーボンなんだよねとかって言ってた、はい、言ってた、あの下見の時言ってたじゃないですか、うん、だって閉めたらわずかここしか見えない。確かにそうね、まさか開けたらここまで全部カーボンなんて、ね、確かにそうだよね、ここがカーボンということは的な感じだよね。まあそうっすけど、うん、ここで切れても別にいいじゃないですか、うん、それが全部こうカーボンっていう、はい、開けて自慢したくなりますね、これ強烈だ。ダクトもこのツアグル、ここも全部カーボン全部カーボン、はあ。でもうここまでカーボンがついてるということはこのオプションリストも満タンです、はい、満タンです。満タン初めて見たかもしれないです僕、本当に、はい、でついてないの全然ついてないじゃないですか。まあ確かに確かに、はい、確かにそうね、これちょっとすごいなっていう、うん、満タン総額ちょっと怖くて聞けないですけど総額多分とんでもないことになってる、とんでもないことになってると思います。だもちろんアフターでやるっていうのもいいと思うんですけど、うん、純正でやっぱりいろいろできる、うん、まあ、フェラーリとか、まあ、ランボとか、うん、まあ、あとイギリス車とかっていうのはもう純正 の, その新車オーナーの時にいろいろやるっていうのはやっぱり一つの手ですよね、だと思います、はい、でもちろんその中古で購入された車をそのアフターだったり純正後付けでかっこよくするっていうのもありですけど、やっぱりこの辺の車いろいろ遊びようがあるなって。そうだからやっぱ新車オーダーできる人の特権だからね、新車でどれだけ付けられるかっていうのはね、もうその辺を再確認します、はい、続いてリフターの動き見てみたいと思います、お願いします。じゃあ最後になりますけども、はい、今回本当に改めて勉強になりました。もう言ったらこの定番っていう、もう何回も言って恐縮なんですけど、はい、定番のこのロストコルサ、はいはいはい、ホイールも詳しく説明しなかったら5本スポーク、うん、そこからまさかこんなかっこいいのかっていう想像できないじゃないですか、はいはいはい、やっぱりちょっとこう微妙なこう少しずつのさじ加減、はい、例えばカーボンパーツついてるついてない、まあ、車高どうなってる、はいはい、で5本スポークのホイールもどういうデザインになってるかで全然こう違ってくるんだなって。そうなんです。そしてやっぱりトータルバランスってめっちゃ重要だな。そうなんです。だ今回こう割と定番のこのボディカラーでこの5本スポークなんで、うん、またこれ違うボディカラーとかだとまたニュアンスが違ってくると思う。そうだし、例えば車高がもうちょっと高かったりとか、それでもまたガラッと変わっちゃうし、出面がちょっと違ったりとか、まあ、ディスクがコンケーブしてなかったりとか、そういうものでもう小さな積み重ねでこの形ができてるっていうね。じゃあボディカラーもこれ例えば後年式のフェラーリの新色とかでやるとまたこうクラシックをはめた時のイメージもまた変わってくると思うんですよ、うん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 、そうね。だこの辺も無限大だなっていうのをちょっと今回思いました、はいはい、というわけでもう HRE 名古屋でしたっけHRE
ジャパンかな。あ、本当ですか。絶対怒られるというわけで HRE のご相談はぜひボンド名古屋までご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。